友近のサタデーーミュージックボッククボスこの前、小籔ソニックっていう小籔さんのライブがありましてね。で、そこで水谷千恵子さん出てたんですけど、ハリセンボの春菜が、表のその、客席から見に行きます、言うて千恵子さんのライブを見てくれてて。で、その時に一緒にパフュームも一緒に連れて行ってみたって言って、もうパフュームが千恵子さんのすごい盛り上がってギラギラ笑ってたよ、なんて言うからもう、パフュームも、 今後ちょっとじゃあ、てえこさんとのジョインが期待できるかもしれないな、なんて、勝手に思ってたんですけどもね。五木ひろしさんもジョインしている。患者にでしょ郷ひろみさんもジョインしている。ってことは、本当にいろんな方と共演してんのよ。ひかわきよしくもそうでしょ福田だこうへいさんもそうでしょあと、星野源子もそうでしょうん。で、山内う介くんでしょゆずもそうでしょみやまひろしちゃんもそうだ。私もちゃんって言ってますけど。そうなると、 チェイコさん単体で出てもいろんな人と渡り歩けるということですからね、そこはちょっと NHK さんね、考えたら面白くなるんじゃないですか、なんていうことでございますけれども。 さあ、まあ本当に千恵子さんのね、アルバムが大好評で、えー、さっきも三尾沢さんのラジオちょっとお邪魔したんですけどもね、三尾沢さんが一番好きなのがね、えー、生き物がかりの水野さんが作って、そして歌詞が倉武士の日だのゆきちなごへもち、これ大好きやー言うてて、で、私も好きやったんですよ。で、そのラジオを邪魔した時に、私はじゃあ今回は日だのゆきちを選んでかけてもらおうと思ったら、三尾沢さんも日だのゆきちが聞きたいと思ってたみたいで、で、わーすごいな、一卒できてるね、私たち一心同体少女体って言ったらさらっと流されましたけど もね、そこは <laughs> まあでも本当に皆さんに聴いていただきたい CD でございますのでね、えー、3000円で売ってございますのでぜひ皆さん聴いていただきたいと思います。さあ、メールをご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ノリックスさんからいただきました。いつも楽しく聴いています。最近チェコ活動が忙しい感じですね。明日の池袋のアルバムイベントには参加しようと思っています。ということで。あ、そう、チェコさんが池袋でね、発売記念ライブやったんですよね。 えー、ディナーショーは少し高いので参加できません。そうなんですよ。2万円からというような値段設定でやってますからね。なかなかディナーショーは来てくださいよとは言いづらいです。えー、そして、ともつかさんの方はまた単独ライブを開催するんでしょうか ?1 回目からずっと欠かさずに見に行っている。ええー、!1 回目からってことはもう17、8年前から。年末になるとネタが見たくなります。できれば同行者の関係で東京公演は土日祝日開催にしてくれたら嬉しいです。そうなんですよ。 ちょっと平日が多いっていうのも、私たちももちろん土日でやりたいんですけどもうね、半年一年先の劇場が取れないんですよ。本当に。そしてみんなのスケジュールを合わせるとなかなか平日になっちゃうっていう私ももちろん土日でやりたいんですよ。えー、おまけですが単独ライブのグッズがいつも寂しいです。いやーもうほんとそうなんですよ。あの、作ってはいるんですけど、品数が少ないというか、あの、ポップ作りとか、その現場の、 うん、みんながこう、購買意欲が出るような、そういう、なんかね、うん、ディスプレイをしてくれていないというかね。そうなんです。寂しいんですよ。お金使いたくても、宿主があまり動きません。ということで。こう言ってくださってる方もいるんですから、どんどんグッズ。ただね、これは私たちの、まあ、吉本のことなんですけどね。 グッズをデザインするじゃないですか。こんなグッズみんな欲しがるやろうな。こんなもっともっといっぱい作って、もう大量で生産してやろうや。っ,って。で、まあ、多少その売り上げを、なんていうのかな。打ち上げで使ったりとか、今後また何かのね、足しにできたらなって思いながら、私たちもバラエティに飛んだ、こう、アイデアを出しながらやるわけですよ。でも、何年か前に、その売り上げは一切このライブの費用っていうか、売り上げにならないっていうことを聞きましてね。別の部署は持っていくねんって。 うん。だからもう、がっかりなんですよ。だからグッズ作らないってことはしませんけれども、皆さんがね、そのグッズを見て、ああ、何年か前の単独ライブ楽しかったなって思い出してくれたら、それで嬉しいんですけどね。ただ売、売り上げも一回もこっちに入ってこないっていうのはびっくりしますけどね。はい。えー、昔のキャラごとのポスターは良かったですよ。そう。いろんなね、あのー、私がレオタードを着て、なんだかなあれ、喫煙はダメとか、スピード違反ダメみたいな。 いろんな私がコスプレをしてポスター作ってました。で、それを京都の東園の 撮影所にそのポスターをその当時のマネージャーを持って行って、ぜひ友近のこの交通標語のようなポスターを貼ってくれませんかっていうね、変な体のレオタードの写真の載った私のポスターを営業して回ってましたわ。で、それがもうほんと5、6年ぐらい前までね、もう色あせるまで貼ってくれてましてね、その東映の撮影所に。だからいろんな大御所の方がね、あの、それこそ亡くなられた渡瀬さんとか、あと最近あった原田隆二さんも友近さんのポスターが昔からずっとありましたよね、あのレオタードの姿の。 ってもうなんか笑っちゃいますよねみたいな風に言ってくださってたんでね。そういうやっぱりインパクトのあるポスターとか作っていきたいですよね。重要はないんですよ、あんまり重要が。<laughs> そしてそろそろキャラ整理の意味を兼ねて、キャラ辞典や DVD もあってもいいですねっていうことでね。DVD も出したいですよ、こっちは。なかなか吉本が出してくれないんですよ。売れないんじゃないかって。もう愚痴になりますけどね。 まあ、あんだけのね、規模で、単独ライブやってる人って今、吉本で少ないと思うんですよ。そして豪華なね、方々と今はもう本当にユニットコントもしてますから、みんなに言われるんですよ、DVD 出してくれ、出してくれって。なかなかね、そういうのが実現しないというね、不思議なカラクリですわ。はい、えー、続きまして、キツネみたいな田きさんからいただきました。 私が高校生の頃のアイドルで頑張っておられたア地チマさんのヒットナンバーにリクエストさせていただきます。曲名、一人じゃないのをよろしくお願いします。ということでね。ア地チマさんの声っていうのは皆さんモノマネしましたね。一人じゃないのーっていうね。でね、その声に似てるのが沢口安子さんですよ。最近の何の CM かわかりませんけど、ワンフレーズ。好きなのねー。好きなのねー。<laughs> 沢口康子さんの声はすごく特徴があります。好きなのねそこのフレーズを歌ってる CM があるんですよ。ちょっと是非皆さん聞いていただきたいと思いますじゃあリクエスト曲ですね、えー、天地真理さんでで人じゃないのですどうぞ、はい、そしてこちら大和川の土上さんから頂きました。 朝ドラのワロンカの主題歌にリクエストさせていただきます。まず加子さんの明日はどこからをよろしくお願いします。友もさん、今回出演の依頼はなかったのですが、関西の方々はたくさん出演されてますのにということで、あ、この話させていただいてよろしいでしょうか。はい。えー、実はですね、私朝が来た、ちょうど2年前ですか。 出させていただいて、そこで、まあ、スタッフの方とも、あの、仲良くなって、またなんか朝ドラがあったら一緒にやりたいですね、みたいな話もさせていただきました。でも、そっから、まあ、もう、3話、4話、いろんな朝ドラがね、朝が来た以来、またやってますわ。ひよっことか、まあ、今、わろてんかもそうですけどね。 で、まあ、一緒にやりましょうや、言ってもすぐはまあ、朝ドラの話はまあ、そりゃ来ないわな、なんて思ってたら、実は、ちょっと朝ドラの話をいただいてたということでね。で、それがなぜダメになったかというと、昼なんですを私やってるんですよ。で、昼なんですが12時から2時までやっています。で、朝ドラの再放送というのが12時45分からあるんですよ。 実は、その、裏かぶりになってしまうということで、再放送と昼なんですが裏かぶりになってしまうというところで、結局なくなっちゃった時があったんです。これは何のストーリーの何々とは特に言いませんけれどもね。ってなると、今後じゃあ出られへんやんかと、昼なんですをやめない限りね。だから、ワロ天下を実はなんかまた頼むな、みたいな話が吉本勢の中でなってたんですけどね。結局、やっぱり、えー、裏かぶりがあるということで。 でもやっぱりそこも問題でね、朝ドラにやっぱり私もあれで素晴らしい役もいただいて、ああ演技って楽しいなと思わせてもらったドラマだったんでね、朝ドラまたそういう機会があったら出たいななんても思ってますので、まあ、あのー、ヒルナンデスとの兼ね合いはありますけど、どうにか朝ドラ出れるように、なんか調整もしながら頑張りたいなと思ってるんですけどね、そういった事情があったんですよ、土壌さん。はい。 ワロテンかもいいよね。あんなもん絶対出たいわ。さあ、じゃリクエスト曲の松高子さんの明日はどこから聞いていただきたいと思います。どうぞ。はい。では、チエコさんにバトンタッチしましょうかね。チエコさんお願いします。はい。ドンマイチコのよっこいしょラジオ。はい。ドンマイチエコのよっこいしょラジオです。ねえ、ジョインがお好きでしょうが出、ね、て、ね、発売ライブも無事池袋でやりました。 で大阪の方でも12月3日にあったということでね、本当に皆さん来ていただいてありがとうございました。12月3日あったということで、まだ12月3日に今なってないんでね、どんな状況になったかという結果報告はできないんですが、あの寒い中皆さんお越しいただきましてありがとうございます。ということで最初に言わせていただきます。まあ本当にみおちゃんもね、みおさーちゃんね、言ってたけれども、 ひらのよきちのご平いもちね。生き物係のみずのちゃん、くらたけしのジョインの曲です。そして、ちえこがジョインして歌わさせていただいたという。これは本当に楽しい歌なんですよ。歌詞を見ながら歌っていただきたい。じゃあ、どうやって歌詞を見たらいいんだって言うと、やっぱ CD を買っていただけないとそれが実現しないということなんです。ねえ。まあ、この中から、そうね、ひらのよきちの歌は、さっきみおさんちゃんのラジオでもかけてもらいましたから、 なんでしようかな。せっかくかけていただけるのであれば、稲垣潤ちゃんとの歌、あのー、やっぱり、秋元康ちゃんのしでさん、ん 80年代、90年代、やっぱり思い出すような懐かしい曲調だから、こちらを聞いてもらおうかな。ね。ジュンジュンのハーベストという CD に入っている曲。それをチエコの方にも、えー、入れてもらったという経緯がありますから。もう本当に稲垣ジュンちゃんの方を皆さん、どんどん購入していただいて、そしてチエコの方も購入していただく。こダブルで購入していただくとありがたいんです。 では、聴いていただきたいと思います。稲垣淳ちゃんの水谷千恵子でどうせ始まらないです。どうたー、いい曲だよね、本当に。あの、淳淳のさ、声って本当に変わらないわけよ。若い子、10代、20代、30代の子って、淳淳の魅力わかってるかな うーん私たちなんてもう、ジュンジュンの声聞いただけで、フラッシュバックするというかさ、青春時代が。あんなこともあった、こんなこともあったって。そんな歌手ってなかなかいないんだから。今はね、もう本当に。だから、竹内まりやさんとか、松戸恵美さんとか、あのあたりはみんなそうよ。あこの人たちの曲を聴くと、昔の恋愛思い出すとか、あんな思い出思い出すとか。まあ、それのも男の代表格じゃん、ジュンジュンって。 うんだからそんなアーティストになりたいよね。チェコの歌いを聞くと、ああいうバカなこと思い出すみたいなね。そういう歌手になりたいななんて思うんだけれども。はい。今月の一曲をちょっと紹介した方がいいみたいだね。えー、みずもちゃんで、帯びやブルースです。聴いてください。 今後中古まだディナーショーも続きますからね。富山が終了いたしまして、まあ富山の皆さん本当ありがとうございました。とにかく最初からボルテージが高いというか、ちえちゃんちえちゃんでペンライトを振ってくださって。で、ちょっと予定よりオーバーして1時間半ぐらい歌っちゃったかな。皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきましたありがとうございました。で、翌日はね、北海道で UHB みんなの歌ライブということで、スターダストレビューの根本かなみちゃんがね、 中心となって。そして、杉山清隆ちゃんでしょカンちゃんでしょで、パーフィーちゃんにチエコっていうメンツで、まあ、本当に人柄がいい人ばっかり、そして名曲をお持ちの方ばっかり。それでも3時間ぐらいバーッとライブをしてさ、北海道で美味しいもの食べてさ、もう、かなめちゃんはやっぱり、なんだろうね。もう大先輩ってみんながもう、かなめさん、かなめさんって行くんだけど、チエコにとっては可愛らしい後輩でしょで、 しっかり者なんだけど、ちょっと抜けたとこもあって可愛らしくって。うん、だからかなメちゃんとは今後もいっぱいジョインしたいななんて思ってますよ。はい。そして、今度はディナーショーが名古屋。 豊橋が12月23日で、名古屋が24日、そして12月27日が宇都宮であります。年内最後は宇都宮のディナンシアになりますのでね、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。では最後はですね、チ恵コの新曲ですね、双葉先生が作っていただいたサミダレ道中を聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週です。さようなら。